皆さんこんにちは、堀川美希のチャンネルです。引き続きですね、浜松シーサイドゴルフクラブでキャメロンミュージアムでフィッティングできるということで、はい、今日はあの広田さんに僕のフィッティングをしていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。普段からこんな感じのスーツですか？そうですね。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速パッティングの方は僕もいろいろ悩みがあるんで、ここではどんなフィッティングをまずしてもらえるんですか？単純なそのクラブ選びとかパター選びということだけではなくて、もちろんそういったご提案もさせていただくんですが、なかなかプレイヤー自身が自分で気づかないそのストロークの癖とかある欠点ですとか、そういったこともですね、ご自身の姿をカメラが8台あるんですが、まあこれでこう、はい、どこにあるんですか？え、僕今のところ認識としては1台、2台はい、どこにあるんですか？この上に2台、それからこっと、はあ、そこにもあったんですか？はい、あ、こっちにもあるんですか？はい、そうです。めちゃめちゃもう、はい、完全に、はい、捉えられて四方八方囲まれてるわけですね。そうですね、画面に映ってますからね、はい、あの画面に、へえ、後ろからも、本当だ、そんなカメラあったんだ、はい、あ、じゃあもうパターはもういろんな種類たくさんあるけども、まず自分がどんなパターが合うかだとか、はい、と自分のパッティングの癖。そうですね、あ、やっぱり、まあ、連戦やってると結構だんだんね、試合ばっかりやってこう頭が例えば動くようになってしまったりとか、気づかないところが多分あると思うんですよね、選手、はいはい、あ、そういうのを見れるというか、う、ね、はい、お願いします。じゃあもう早速、はい、いつものスタイルでじゃあフィッティングしていいですか？あ、はいはい、まずちょうどですね、そこスコッティの、はい、まあ、発見したそのある事実といいますか、はい、ボールパフォーマンスの理想的なボールパフォーマンスというものを、はい、理想があるんですね、はい、ちょっとご説明させていただきたいと思います。はい、これはですね、はいはい、カリフォルニアのスタジオで撮影したものなんですが、はい、このインパクトの直前ですね、はい、よく見ていただきますと、このグリーン上に静止しているボールというのはわずかにグリーンの芝の上に少し沈んだ状態になっているんですね。ボールの重力で、はい、ボールの重力ですね、はいはいはい、自重でですね、でインパクト直後にこのような形でわずかにちょっと持ち上がるんですね、はいはいはい、若干ここがちょっと沈んでたものが打った瞬間にちょっとこう地面ボール浮くような感じになる。そうですね、はいはい、もう一回戻してみますね、はいはい、あ、最初はこれくらいちょっと沈んでて、はい、それが一コマ動かすとこんな、はいはいはい、はい、本当にもう微妙な感じですけど、はい、まあ、ボールが全体がこう見えてるような感じですね、はい、そうです。最初はちょっとこの辺が見えてなかったけど、はい、そうですね、はいはいはい、でこの後そのままの状態で平行移動していって、ここだとすごい浮いてるって分かりやすい、はいはい、でこの後ここで着地をします。ああ、そうですね、こう見ると全然沈んでますね、これが、はい、で着地をしてから順回転にこう入っていくんですね、はいはい、でこれが世界の一流プレイヤーたちのいい時っていうのはほとんどの選手がこのような形に、そういう共通点があるわけですね、はい、これは例えば、はい、パターにもよって結構ロフトがあるじゃないですか、はい、このパターでいったら大体2度から4度ぐらいですかね。はい、そうですね。でロフトがあったらやっぱり打った瞬間ってバックスピンが入ったりするんですか？はい、そうですね、あのロフトが多かったり、はい、まあ、ヘッドの動きにも影響されるんですが、はい、ボール、ちょっとこうアッパー気味に入ったりすると、はい、ロフトがやはり多くなりますので、はい、そうするとボールはちょっと高く上がってくるんですね、はいはいはい、で高く上がると同時にボールにはわずかにバックスピンがかかって、はい、こういうような形で最初着地します、はい、でバックスピンというのはあのわずかながらマイナスのエネルギーですので、そうですね、抵抗が強くなりますね、はい、そうですね、はい、着地した瞬間にちょっとブレーキがかかって、はい、今度はオーバースピンに入っていくという形で、少しそれが抵抗になる、はい、それから高く出てくるとですね、これバウンドボールがポンポンと、はいはい、バウンドしてコロコロっていうふうに転がるようになりますので、はい、そのバウンドすることによってそのグリーンの硬さによってこうちょっと影響を受けて方向が不規則になるという可能性も出てきます。バウンドした方がグリーンのちょっとした凹凸とかにこう跳ねた時にイレギュラーを起こす可能性が高くなる。イレギュラーを起こさないには平行に転がってる方が、そうなんです、スーッと転がって転がり出せばもう、はい、あとは芝目もしくは傾斜の影響しか受けないんです。跳ねるとやっぱりそういった影響を受けるんですね。ああ、そういうことか。じゃあ、はい、僕のイメージで打ってそのままこう沈んでいくとそれでなんて芝を食らいすぎてイレギュラーしちゃうのかなって思ったんですけど、はい、だから打った瞬間僕ちょっと球をこう上げるようなイメージの方がいいのかなと思ったんですけど、はい、それはあんまり良くないですね。上げすぎるのはちょっと良くないですね。はい、あとバックスピンも基本的には最初は入らない方がいい。はい、そうですね。
まあ、ただプレイヤーによって、はい、それからあとはプレイされるグリーンによってですね、はい、まあ、プロの方なんですと本当に速いグリーンでプレイされる場合は、はい、むしろそのちょっと転がりすぎると困る、うん、まあ、もしくはちょっと強めに打ってもそんなに転がらないようにセットしたいというような場合は、はいはいはい、あえてちょっとそういったところをちょっとロフトが多くなるようにしたり、はいはいはい、まあ、そういう調整も可能ではありますね、はい、あ、じゃあ打ち出しからこうちょっとジャンプをするっていうよりかはちょっとこう一周く平行移動してそこからもうトップスピンになるようなのが理想的、はい、そうですね、はいはい、でそれをじゃあ自分が打ってみてどうなるかっていうのを見れるわけですね。そうですね、はいはい、でそれを今お使いいただいているパターンをベースにして現状がどうなのか、はい、でどういうふうにしていったらいいのかということをお話しさせていただきます、はい、実際でこのパッティングのこのストロークは理想のこういうストロークっていうのはあるんですか。例えばドライバーはまあアッパーブローじゃないですか、はい、アイアンはダウンブローで、はい、パターっていうのは実際はどういうのが理想なんですかね。やっぱりですね、手応えもそれからボールも安定するのはもう最下点ですね。あ、最下点なんですね、はいはい、あ、はいはいはい、はい、そうなんだ、分かりやすい、はい、もうこうではなくてまたこうではなくて、はい、こう来るところの最下点です、ね、はい、あ、そうなんですね、はい、見ててプロたちによっても結構やっぱ違いますよね。違いますね、はい、で極論パターで一番大切なことって何なんですかね。谷口徹さんとか藤田寛之さんっていうのは結構パチンって打つじゃないですか、はい、でもすごく上手じゃないですか、はい、片山慎吾さんみたいにストロークでポーンって打つ方もいるじゃないですか、はい、でもすごくあの距離感も合うし、まあ、一概に何が正解っていうのもないっていうのが正解なんですかね。はい、でもその通りだと思います、はい、ええ、ただ結局同じ打ち方で同じボールを繰り返し打てるっていう方が再現性が、はい、確実にやっぱりあの、はいはい、上手な方ですね。でもちろんこの理想的っていうのもあるけども、はい、同じ動きができるのは大事です。大事ですね、はいはい、自分のパターでいいですか、はい、そうですね、はい、あ、これを合わせるわけですね。はい、そうです、うん、はい、でいつも通りのパターンの感じでいいですね。もういきなりで大丈夫ですか、はい、大丈夫です、大丈夫です。もういきなりという名のここでさっきから100球ぐらい打ってるね。あ、まあ打ちましたね、はい、はい、どうぞ、はい、カットしようか。いやいやいや、はい、すげえ緊張するんだけど、はい、なんかさっきまで10球ぐらい連続で入ってたのに データを取られるってなったらすっげえ緊張するんだけど、これは正面からですね、はいはい、あー、でも全然頭動いてるな。こちらのパターンの時はもうクローですか。クローグリップが多いですね、はい、こんなに動いてる。まあ、後ろのこのポールとの照らし合わせたらどれくらいこう頭が動いてる、まあ、結構後ろに行ってるんですね。自分では全然頭を動かさないような意識だったけど、でもこれですともう動いてない方ですね。あ、本当ですか。はい、もう明らかに動いてない方です。へえ、はい、下半身とかはそこまで動いてないですね。そうですね、下半身はもう全くと言っていいほど動いてないですね、うん、はい、違う角度の映像もあるんですか。はい、真後ろから見たら思ったよりインに引いてますね。自分の中ではまず結構こういうインサイドアウトの、はい、あ、これよくスタジオでこういう、はい、ピッティングするときはこういう感じで目のポジションとボールのポジションですね、はい、それからあとこの耳の高さ、はいはい、これがストローク中に、どういうふうに変わっていくのか、まあ、もしくは変わらないのかっていうところですね。まあ、打ち終わってからは多少本当に球が飛んでからは起き上がるのはまだ OK、ね、はい、はい、全然 OK ですね、はいはい、これはもうそこまでちょっとこらえる必要もないので、はいはい、今しっかりインパクトボールですね、はい、この辺りまではもうほぼ動いてます、はいはいはい、これよくあの昔からもう目の真下っていうのが理想っていうじゃないですか、はいはい、こっちに出てる分とかこっちに中に入ってるっていうのはどうなんですか、はいはい、あの近すぎるのはやはりあまり良くないと思います、はいはい、でスコッティのですね、考えるその理想的なボールのポジションというのは目のこの真下から1個ないしは2個ぐらい外なんですね。あ、理想が、はい、へ、はい、で、はい、真下じゃないんですか。はい、真下じゃないんですね。
マスターが理想で1個2個は先でもいいよじゃなくて、はい、マスターより1個2個先がいいんですか。はい、はい、1個2個先。じゃあ理想的じゃない。そうですね、理想的なポジション。そうなんだ、はい、でまあ、その理由はですね、はい、やはり今かなりこの腕から、はい、肘、それからグリップ、それからバタヘッド、はい、これが非常に余裕のある形で動いているんですけども、はい、ボールが近くなってしまうと体に近くなってくることによって、はいはい、その腕の動きがスムーズじゃなくなってしまうんですね。近すぎるとそうですね、はい、なんかこう変に、はい、そうですね、窮屈になってしまうんですね、はい、まあ、そうですね、確かに、はい、だからちょっと極端なんです。遠い方が遊びがあるというか、腕とかに、はい、そうですね、狙ったところにちゃんとクラブを腕が動かせる、はい、近いとやっぱこうちょっと窮屈な、はい、あ、そうなんだ、はい、これ絶対勘違いしてる人多いですね。目の真下がなんかいいって言われて、ね、はい、多いと思います、はいはい、で、あとその少しその腕の動きといいますか、はい、ストロークの動きをスムーズにしようと思うと、窮屈なので体重がちょっと後ろに行ってしまうんですね、はいはい、でそうすると余計こうストローク中に例えばちょっと風が強い日とか、まあ、ちょっとこういう不安定になってしまう、はい、ということが起こりやすいですね。こうなってしまう。そうですね、はいはい、確かに後ろに体重いくのっていうのはこのもちろん足首からつま先が前に生えてるから後ろの体重ってなんていうんですかね、我慢できないですもんね。そうですね、前体重っていうのは多少ね、はい、足首でこの我慢効きますけど、はい、あ、打つ時にこうなっちゃうんだ。そうですね、はいはいはい、そうするとパターってもちろんこの再現性がさっき大事って言って、はい、アドレスを構えたこのスクエアの状態で戻るのがまあ理想的じゃないですか。そうですね、はい、アドレスをせっかくスクエアに構えたのに、はい、こういう状態になったらもうこれ環境と違いますもんね。そうなんです。だ、はい、から正確にミートするためには届かないってなるとやっぱりちょっとこう手を使って手をというか、はいはいはい、部分的にこう何かアクションを起こして届かせるようにするとか。そういうことですね、はいはいはい、プラスマイナスの要素でゼロにしようみたいな。そうですね、はあはあ、はい、そういったことがをやらざるを得なくなってしまう、はいはいはい、これさっきの一番最初に見たボールの転がりのところのあれもあるんですか。はい、はい、ありますね。お、なんか俺っぽい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 そうですね、うん、若干ハンドファースト気味のインパクトでこう入ってますので、はいはい、ただボールはこの状態から少しこう浮き上がってですね、はいはい、これちょうどこのラインと被さるぐらい浮きすぎずっていう感じでいいですか。はい、はい、そうですね、はい、でそのままちょっと少し、はい、まあ、ちょっと平行移動の距離は若干短いですけどでも全然いいと思います。平行移動の距離は短いんですか、はいはい、少し短いかなという感じです、まあ、これはということは、え、いきなりトップスピンに入っているということですか、はい、いや、今少し平行移動してますけども、はい、若干ハンドファーストに入ると、はい、やっぱりロフトがその分だけちょっと殺されちゃうんですね。はい、立ちますね、はい、でそうするとボールの浮き方がやっぱりちょっと弱くなるんですよね。ああ、そうなんだ、はい、はい、もうちょっと、はい、まあ、要は さっきの最下ここで当たるものがちょっとこういう状態だったって、はいはい、ただですね、ハンドファーストプロの場合は今ここですね、見ていただくと分かりますけども最下点からちょっとアッパー気味に入るんですね。はいはい、確かに、はい、そうですね、そうですね、はい、ですのでちょっとロフトは殺されてる感じが若干殺されてる感じがあるんですけども、はい、ちょっとアッパー気味に入るのでここでうまく相殺されてボールが今ちょっとこう浮き上がってる。すげえ、そんなところまで出るんですねへえ、あ、だから極端に言うとハンドファーストはハンドファーストだけど、はい、こういうアッパーな、はい、微妙に、はい、そうです、微妙にそういう動きです。意識じゃ分かんない、ね。意識じゃ分かんない。絶対分かんない。俺普通に構えて最下点で球を同じようにポンって打ってるつもりなのに、厳密に言ったらこういう感じなんだ。へ、それは悪いことではないんですか？はい、今ただ一箇所を直すと、もう包み隠さず、はいはい、先ほどお話ししました、はい、ちょっとバランスっていうのはすごくやっぱり大事で、はいはい、でそのロフトが少ないからじゃあその分ちょっとそういうふうに無意識のうちにそうされている方もいらっしゃいますし、はいはいはい、そこはどこでバランスを取るかっていうところなので、じゃあこれを必ずしもロフトをじゃあはい、そのままで打ち方をやっぱこうちょっとこうなりやすいところを直す、はい、ことがいいのか、はいはいはい、まあ、ここ直すってなると相当
あの、まあ、プロの場合とか、はい、それからトップアマチュアの方の場合は、もう慣れというか、もうそこに慣れ親しんだ形というのもありますので、そうですね、はい、違和感のない範囲で修正できるポイントであれば、それは直してチャレンジしてみるのもいいかもしれない、はいはい、だから現に僕はさっきの動画を見て、自分は頭が動いてるなっていうのは、このクラブを上げてダウンスイングで頭がやっぱちょっとこう来てるよね、この右に、はい、で右に来る分それはアッパーになりますよね。そうですね、はい、極端に言えばこういう感じですもんね、はい、そうしたら確かにハンドファーストで入るけどアッパーに打ってる、操作されてる。でも自分の中では頭を動かしてないつもりなんですよ、はいはい、だから自分の中で頭を動かしてないつもりなのにこう動いてるってことは、それを意識的に本当に実際動かさないようにしようとしたら、ちょっと頭が左に流れるぐらいで実際動いてないような感じってなると、でも感覚とはちょっと違います。違いますね、はいはい、だからそれをスイングを実際に直すのか、もしくはパターのあれで何とかするのか、はい、あ、そういうことですね、はい、で自分がどれが合うパターなのかっていうのをいろいろ試したりして、はい、へー、すごい。だからあとその、非常に大事なことはですね、はい、やはりその両手で、まああのまあ、クローでも、はい、クロスでも順手でもそうなんですけども、はい、両手でグリップしていただく以上、やはり右手と左手 の、 そのグリップのバランス、それから力のバランスっていうのはすごく重要なんですよね、はいはいはい、で方向とか考えたことなかったです方向とか距離、これを合わせていただくのに、はい、まあ、右利きの方は、まあ、やっぱり右手が強くて、はい、で右手が器用で、それに対して左手はちょっとやっぱりどうしてもウィークっていうか弱いんですよね、はいはい、ですからここの右手と左手はつながってますから、例えば右手が、まあ、もう当然お分かりだと思うんですが、右サイドが下がれば左サイド上がりますし、はい、右サイド出れば左サイド後ろ下がる、はいはい、こういう動きが必ずこう連動して起こりますので、はい、例えばこうアッパーに動くというときには、むしろ左が上がるからアッパーに動くというよりは、右が下がるからアッパーに動くという率が高いんですね。はい、ですから右がちょっと強めにこう入ってくると、まあ例えばこの状態でここだけこういうふうに動かせればいいんですけども、こういうふうに動くとこういう動きが入る、こうなってしまうってことは、一見こっちが悪さをしているのかって思うけど、右が下がるから上がるわけですね。そういう方が多いんです。違うアプローチの仕方ですね。新しい。はいはいはい、はいはいはい、で。これがちょっとその左右のバランスっていうところですね。はいはい、おお、はい、もう一球打ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。で、これ、はい、いいですか。はいはい。はい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 。いやでも今打感が全然違う。で分厚い。ちょっとこうパフォーマンスですね、はいはい、ちょっと変わりましたね。全然違うと思う。あのその平行の距離もちょっと伸びましたね。最下点になってますよね、はい、結構。そうですね、さっき、この辺がちゃんとだって入ってきてる感じですもんね。そうですね、はい、さっきこの辺はもう上がってましたもんね。そうですね、上がってましたね、うん、はいはいはい、ちょうど最下点ぐらいですね。ちょっと浮いて、はいはい、ね、球も浮いて、あ、はい、アッパー軌道がちょっと良くなりました、はい、これヘッドのボールの軌道も、軌道って言いますか、パフォーマンスですね、はい、これも先ほどと明らかにこの回転のない距離がちょっと伸びてますよね、はい、はいはいはい、この辺ぐらいまでね。はい、そうですね。で、まあ、以前に片山慎吾さんがパッティングで、はい、このキャメロンとか全く関係なしにね、パターをやってる時にパーンといろいろパターやって、ああこのパターは打った瞬間にこの浮く距離が1センチだからとか2センチだからとか、わかるのってわかるのってくらい、でもプロの感覚のある方は多分それくらい、はい、要はこのことを言ってるってことですよね。だからもちろん今俺が意識的にちょっと変えたことによって、これくらいだったものはこれくらいにはもちろんなんないけど、これがこれになるだとかで、アッパーがこれくらいが本当にこれくらいになる、もう本当にわずかなものだけど、でもわずかなもので
違いますからね。違いますね。だってここのさインパクトの瞬間でさ1センチ違ったら、はい、10メートル行った時にどんだけ差が出てるのって話だよね。うん、そうですね。すごい全然違いますね。てか打感が違いすぎてびっくりした。これちなみにこんな聞いてます。これって、はい、僕今プロだからやってもらってるじゃないですか。はい、アマチュアの方もこれやれるんですか。はい。あ一般で。ご予約さえいただければ。結構だってオフシーズンとかプロたちかなりのプロ来てますよね。そうですね、いらっしゃっていただいてますね。よくそれこそ松山英樹さんとかもね、はい、来てますもんね。去年11月にいらっしゃいましたね。あ、そうなんだ、すごい。去年11月って言ったらまだ 2,3 ヶ月前だね。はい、そうですね。上からですね。はい、そんなにインサイド強いというわけではない。あ、そうなんですか、はい、これで、はい、まあ、やっぱりボールと その距離感ですとか、はい、ストローク そのこう自然なアーク、はいはい、これもアークになるのが自然だもんですから、はいはいはい、でやっぱりボールとちょっと離れてる、まあ、まあ離れてると思いますけど理想的なポジションなんですけども、例えばこの同じアングル のリッキー・ファウラー選手のこのアークでも必ずこうインサイドこう入ってきます。あ、じゃあ僕例えば、はい、一発ピンパターンもデータ取ってもらっていいですか。はい、ピンパターンはまたクローグリップじゃないんで全然データが違う、はい、うん、ありがとうございます。いいですね。こっから見た時に若干この先が浮いてるじゃないですか、はい、これっていうのはあんまりですか。いや、そこは問題はないと思います。あ、本当ですか。はい、で、よく俗にピタッとつくのがいいんだってい言われますけども、はいはい、結果的に雷角というのはそこを調整すると、はい、どうしてもボールの転がりというかボールの方向性とかパフォーマンスに影響がありますので、はいはい、結果いいパフォーマンスでボールが出ていればそこは全然問題はないです、はい、決してこのパターンの座りを全部ぴったり全部一概にこれに構えろというわけではないですね。ないですね。こう多少浮いててもいいんですね、うん、はい、はい、問題ないです、はい、これが例えば要は浮いてるからパターンの長さが足りてないんだよとか、はい、そういうわけではないです、ね、ないです、はい。やっぱり少しクローグリップにしてると弱点が、要は普通に順手で握るっていうのはショットと似たような感じがあって、あと右脇と左脇のこの締まり具合が両方一緒なので構えててすごい上体と腕が一体感があるんですよね。でクローグリップっていうのは結構こうやるじゃないですか。そうですね。右腕が少しこの体から離れるので、なんか腕と体が別にこう動いちゃうことがあって、はいはい、理想は自分はこっちのパターンを使いたいんですよね、はいはい、ただちょっと自分の悩みがあって、はい、エラーが起こることもあるんで、はい、まあ、ちょっと今クローグリップやってるんですけど、はいはい、実際動き的にはこのピンパターンはどうなんですかね、はい、なんか分からないけど全然こっちの方がいい気がするあ、これすごくいいと思いますね。本当ですか、ありがとうございます。こっちから見たやつもあるってことですね、はい、全然動いてないように見える、うん、後ろに見えますか。まあ自分の中では動いてないように感じるけどまだ動いてるちょっと後ろですね、うん、でもこれ先ほどのこっちは最初は黒ですね、はいはい、これ最初のストロークなんですけど、はい、あ、でもこっちの方が動いてないですね。そうなんです、こっちは動いてないです、はい、うん、あとやっぱりそれは原因としてはこのパターの重量とか あると思いますよね。はい、それもあると思います。重たいからそれなりにこの重量を操るにはちょっとやっぱ体がもう少し持ってかれるっていうか、はいはい、これはピンパターで軽いから、はい、割と腕だけでこのコツって打つ。そうですね、はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、ストローク的にはこっちの方が綺麗だと自分では思うんですよ、はい、あ、これはでもこの軸というか、はい、動くべきところ、それから動かさずに越えるべきところっていうところでいくと、はい、ちょっとこちらの方が、うーん、はい、
自分の思ってるのとやっぱり違和感があるもんですね、映像で見ると。へえ。でこの中で、まあ、僕はある程度もうこれに絞られてますけど、はい、これをここからじゃあ例えばアマチュアの方が、やる場合は少しパターンの提案とかもできるわけですね。そうですね、うん、パターンの好みは何でもいいんだということであれば、はいはいはい、もう本当にさまざまなものの中からチョイスできるんですけども、はい、こういった形、はい、ブレードタイプを使いたいんだと、うん、でブレードタイプをずっと長年使っていて、はい、これの中で何か自分に合うスペックを見つけたいということであると、はい、もう基本的にはやっぱりその形というのが、うん、まず構えた時にも、はい、非常にこうスクエアに構えやすいと。あ、はい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 、そのプレイヤーの好みがやっぱりありますので。だから全然マレットはちょっと使いたくないんだよなっていう方にマレットをお勧めしてもそうですね、はいはい、ダメなので。でもピンパターの形状の中でもいろいろありますからね。そうですね、はい、このネック、そうですね、ネックの形状ですとか、はい、ちょっとシェイプのニューポートタイプとか、はい、ニューポート2タイプとか、はいはい、ちなみにこのフィッティングをいくらでできるんですか。これはですね、3万円で、ね、おー、3万円できるんですね、はい、はいはいはい、はい、まあでも生涯にというかパッティングを多分今までこの見ている方たちでパッティングをフィッティングしたことがある人多分いな、ね、どれくらいのパーセンテージでいいんだろうね。ショットはあるじゃないですか結構、はい、そうですね、それこそ練習ゴルフショップとかで打って、まあ、スイングちょっとどうかとか、まあ、クラブ何が合ってるとか、パッティングをフィッティングってなかなかないよね。そうですね、でも普通にはできないね。ゴルフの比重で言ったら半分はパッティングですよね。そうですね、確かに自分のパッティング3万円で1回ぐらいはね、見たらね、それで自分のパッティング の, その癖だったりね、あれが分かるんであれば、でそれによって自分で思ったより、だから僕はパッティングでスクエア、スクエアでインサイドインで開く度数も閉じる度数も同じなイメージだったけど、結構こんな感じなんだよ。目で見るあれと結構違和感あるんで、はいはい、それはちょっと映像で見た方が分かりやすいというか、はいはい、そうです。ということで、はい、理想のあのパッティングは大体分かったんで転がり方のあれとかですね、はいはい、ストロークのあれとか、はい、ということで、じゃあ今年は僕はパッティングはいけるということで、はい、今回フィッティングさせていただいたのでありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。こんな感じでやればいいんですね、はい、わかりました。このヘッドの動きの部分では、はい、もう明らかにちょっとその感触変わると思います。全然違いました、びっくりしました。この今までだから多分こう打ってたのが、はい、自分の中でこの右を落とさないようにしてコツンと、はいはい、音も違うし打感も違う。そうですね、音はもう変わりますね、やっぱり、うん、で明らかにこう最後の一転がりっていうところが伸びてきます。はいはいはい、だからボールで球、クラブで球をただこのコツってただ打ってるだけじゃなくて、ちゃんとフェースに乗せて操作をしてるっていう感じになるの。だからすごい調子の悪い時ってパッティングがこのもうこの当たって終わりみたいなイメージがあるんですけど、うん、はい、でもすごい調子のいい時っていうのはしっかりここで球をプンってこう乗せてる感じがあるんですよ、うん、そうですね、はい、すごいな、こうなってるんだ。めちゃめちゃいいよ。はい、ということでありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました、はい、こうやりだしたら結局いろいろパター打ちたくなっちゃうあれば、フェースのあれだけで全然打感違いますね。これはもうディープなのでかなりちょっとあ、僕のこれが溝が、まあ、深さが違いますよね。そうですね、はい、これだけで全然打感が違う、ね、これは結構溝がもう言ったら爪やすりぐらいなのね。ディープミルですね。こういう感じ、うん、これは打感が柔らかく感じる。そうです、柔らかく感じます。で僕のはこれうっすらあるけどほとんど彫りが全然違う、うん、これは多少コツっていう感じ。そうですね、音でもいいですもんね、 これも好みはありますよね。好みですね。あ、でもだから僕はやっぱあれですね、これ自分の中でインパクトの瞬間にこうエラーが出たりするから、それを嫌がるためにまあ割と重量感があってちょっとオートマチックに振るようなパターンを好んでたんですけど、やっぱりそれなりに重さがあるから
このクラブをテイクバック上げた時にやっぱりそれにバランスを取ろうとするとやっぱちょっとこう反作用が加わるんですね、はい、フォロースルーもやっぱ出したらやっぱちょっとこうなるんですよね、はい、遠心力だからこれをしっかり体幹を締めた中でしっかりやればいいけどまあまあしんどい、うん、どうしてもやっぱちょっと楽をしようとするとこういう感じになります、ね、ああその点こういう軽いパターはそういうのがないからテイクバックをしっかり上げて振りやすい、うん、勉強になりました。じゃあそっちにしたらいいよ。そうなんだよね。そうなんだけどね、あのゴルフはねそれだけじゃないところもあるからね。重いと安定する部分とやはりちょっとコントロールが逆に難しくなっちゃうところと両方あるんですよね。はい、はいはい、そうですね、はい、だからあと飛ぶパターと飛ばないパターってどっちがいいんですかって言ったら、まあ、もちろんどっちがいいとは言わないと思うんですけど、はい、どうなんですかね、距離感が合わしやすいのは、まあ、そこも結局これはどちらかというと今ウェイトがついているのも 5g でちょっと軽いめのウェイトがついてますので、はい 軽いですね、はい、軽い方がその微妙な強弱のコントロールはしやすいんです、ね、はいはいはい、はい、でそういうことですね、はい、で重いと、まあ、さっきプロがおっしゃられたようにこうその重さを支えながらちょっと大きいストロークで打っていかなくちゃいけない、はい、ということになるとやっぱりちょっと右手があのもしかしたら使ってるんですけど、はい、その重さを支えてるとか重さをこう動かすために出てないだけ、はい、でも実際は動いちゃってるみたいなところが、はいはい、軽い方がそういうの出にくいんですよね、はいはい、重いとどうしてもそのちょっと長い距離感を合わせていくのって、はい、結構この重いやつは、はい、思ったよりも打たないと届かないと、うん、繊細なタッチは軽い方が出やすいよ、ね、出やすいですね、はい、ただそのショートパッドとかで同じ動きをするとかってなったらちょっと重たい方が良かったりだとか。そうですね、でもそれもじゃあ軽いものをどういうふうに重さを感じるかっていうところなんですよね。ほう、軽いんですけど重みを感じる、はい、軽いんですけど重みを感じる、はいはい、軽いパターで重みを感じるわけですね。そうですそうです、それが大事、はいはい、まあ、大事というか、はい、あの皆さんそのさっきの右と左のバランスというところでいきますと、はい、やっぱり右手が強いとどうしてもそのパターを支えているというか持っている感覚が右手に、ウェイトが、うん、あのかかっている方が非常に多くて、はいはい、でこれをですねパターの重さを左手でちょっと感じるようにしたいんですよ、はい、お、はい、そうするとちょっと重さを割と感じやすくなるんです。右手でしっかりこう感じてる。それよりもむしろ左手だけで持った時にパターの重さをちょっと感じる、まあ、パターの重さというかヘッドの重さをちょっと感じる、はい、まあ、右手だから自分の中で操作がしやすくて一番物を扱いやすいんで、なんていうんですかね、右手に比重が強いと、はい、要は慣れてるから操作しやすい、だからちょっと軽く感じる、はい、軽く感じる、はい、それを少し、まあ、自分は右利きなんで左手やると、はい、まあ、違和感があるから操作しにくいというか、まあ、重たく感じる、はい、もうこの時に多分プロもこうしっかり握っていただいてますけど、はい、この状態で多分ヘッドをちょっと少しこうやって持ち上げてると思うんですよね、はいはい、まあ、ショットの時もおそらくこうなってると思うんですけど、はい、このちょっとヘッドって下に落ちようとするので、はい、どんなパターンでもそうなんですけど、こうやって持ったらどんなパターンでも軽く感じるんですよ、はい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 、でこうちょっとだけこの3本でアングルをちょっとこうつけていただくと、はいはいはい、これだけで重さを感じるんです。そうですね、もちろんこう持つのは軽く感じるけど、はい、こう常にねヘッドがこっちに落ちようとしているものを自分でこうキープしてるだけで確かに重くは感じますね、はい、これが実際のパターンの重さなんですよ。でストローク中にこれをちょっとキープすると安定感がもう抜群にやっぱり出てくる。そういうことですか、はい、でこれが左右のバランスっていうところなんですね、はいはい、面白、確かにこうしてる方がヘッドの重さは感じますよね、もちろん、はい、こうしてるより、はい、でもまあかといってハンドダウンにしろということでは決してないんですけども、はい、重さをこう感じてそれを支えながらストロークするっていう、これがまあちょっと左右のバランス、はい、勉強になりました、ね、いえいえ、どうぞ、まあ、大事なポイントです、ね、はい、これ大事ですね、はい、軽いパターだけどヘッドの重みを感じるにはこういうね、はい、じゃなくてちょっとヘッドのね、はい、そうするといいわけですね。そうそう、重たいクラブで重たいもの、重たいクラブでクラブの重みを感じるのはもちろん簡単だけど、はい、軽いクラブで、あれで持って、そうやって持っていただくと、はい、多分ちょっと、なんだこれはって、はい、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。
ちょっとまたちょっと試してみて。参考にさせてもらいます、はい、今季なんだかいけそうな気がするああそういうヘッドの感じ方があるんですね。そうですね、はい、それは確かにこの重たいパターでも吊るしてたら軽く感じるもんな。確かに、はい、しかもねそれを AC に詳しても全然それは軽く感じるけどヘッドをこう感じてそう感じたらこっちの方が重たく感じるもんな、うん、なんかこれをうまく自分の中で脳内でマッチングさせれたら強くなるかも、良くなりそう、はい、勉強になりました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました、はい、皆さんぜひフィッティングしてみた方がいいです一度は、はい。